吉岡真由は、日本の声優、女優、大阪府出身、八十一プロデュースに所属。子役時代は、劇団ひまわり、ブルーシャトルに所属し、ドラマや CM への出演、雑誌の表紙などを務めた。2012年、声優オーディションエイベックス八十一プロデュース、ベイクアップ、ガールズ、オーディション第2回アニソンボーカルオーディションで、約2000人の応募者の中から、 アニメ、ウェイクアップ、ガールズ、主演7名のうちのメインヒロイン、島田誠という名役に抜擢される。2015年、ウェイクアップ、ガールズ、として、第9回声優アワード特別賞を受賞。2016年、小林達幸、渋谷あずき、若井幸、青山吉野と、D セレクションズを結成。2018年、温泉娘で、 飯坂誠宏を演じていた今村彩香の引退に伴い、同役を引き継いだ。翌2019年9月、福島市と飯坂温泉観光協会からキャラクターとしての飯坂誠宏と共に、飯坂温泉の特別観光大使に任命された。声優ユニット、ウェイクアップ・ガールズでは主にセンターを務めた。ウェイクアップ・ガールズとして、 声優アワード特別賞を受賞した際には少しでも復興の力になれればとの思いから何度も東北地方へ行ったことに触れ受賞は今後の活動の糧になると述べた。ウェイクアップ・ガールズのライブ影ナレーション原稿や趣味で未発表の短編小説を書くなどしていたがハッカドールザアニメーションとウェイクアップ・ガールズのコラボレーション企画のサウンドドラマで脚本を 担当した。特技は、クラシックバレエで、声優として参加したイベントで、クラシックバレエの回転を披露したこともある。小学3年生当時の吉岡のバレエの発表会の映像を見た、藤田茜は、今のまゆちゃんの動きにもバレエの影響を感じると、述べている。趣味は、カラオケと舞台観劇。ウェイクアップ、ガールズのオーディションでは、レディーを歌った。 感激した舞台については、ウェークアップ、ガールズのイベントで作成したリングノートに作品名、キャスト、感想などを書き留めている。高校在学中から役者として仕事をしていたが、大学進学のため上京し一人暮らしを始めた時期に、フィットネスジムで事務職のアルバイトをしていた。本業が忙しくなり、研修期間のみで辞めたものの、 社会経験ができたのは良かったと述べている。研修期間中に館内アナウンスをした際には声がいいと褒められたという。大学は法学部に進学し2018年3月に卒業した。大学の授業では政治関連のアメリカ情勢の授業が一番面白かったと述べている。4年の後期は卒業に向け逼迫した状況で学校しか行ってなかった。 職業を失うところだったと振り返り、マネージャーらの協力に感謝の意を示した。ふとじはメインキャラクターはインターネット配信。ありがとうございます。